おはようございます。久々雨の日だったのでね、久々今日は皇居からの朝ランスタートです。日に日にね、真っ暗になってきて、だんだんと見えなくなってきてるかと思うんですけども、だんだんと明るくなっていくね、感じをね、見ていただけたらなと思います。今日は、風なし、寒くもないです、全然、頑張ってね、プラプラね、朝ランしていきましょうというところで、行ってみよう。朝ランスタートしました。今日は風がなくて全然寒くないです。気温もね、穏やかで気持ちいい朝ですね。俺びっくりした。まずは朝ラジオ撮ってて、完全に今日木曜日だと思ってた。水曜日でしたね。昨日の夜から間違ってました。曜日感覚がおかしくなってて、もうそろそろ老化現象が始まっているのかなとも思います。今日はなんか気持ちいいな、してて。また東京駅前の綺麗な場所に着きました。おー、今日は雲と空とのグラデーションがね、とっても綺麗ですね。ランナーさんが一人こちら走ってきます。綺麗ですね。今日もありがとう。さあ、ぼちぼち行きましょう。今日も気持ちいいな、皇居最高、この場所。やっぱりね、皇居の朝はいいね。いろんな、心に思い、何か悩みがある人はぜひ朝の皇居に来て、この空気を吸ってみてください。もしかしたら霧がね、晴れるのかもしれないです。そんなパワーを持ち合わせている皇居外苑です。ぜひ早朝がいいですね。本当に早朝は最高です。ランナーさんも結構走ってますね、今日は。私も日頃からね、自分と戦っているんで、この皇居に癒されに来てます。月火と来れなかったので来れて嬉しいです。やっぱりここに来なくちゃなって思うような場所ですね、本当に。すごい気持ちいいです。息を吐く、吸うたびに自分のいいエネルギーが体に回って息を感じさえします。そのぐらい朝の皇居は走って気持ちいいです。田舎のその壮大な景色を、ね、見て走るのも気持ちいい、爽快になるんですが、またこの都内の真ん中、一等地、そして皇居、このパワーはね、すさまじいものがあると私は思っています。だからこうやって深呼吸してね、はーって、おー気持ちいいって毎日思ってます。本当ですか。だから朝ランナーさんいるんですよね、気持ちいいから。気持ちいいから早く走れるっていうのもありますよね、本当に。虎ノ門ヒルズ前です。パンヘイさんはなんでそんなたくさん走るんですかって、練習でもないのにって聞かれるんですけど、これはもう何回も言ってるんですけど、このなんだろう、うじうじした自分、情けない自分、この40過ぎてもなんかまだパッとしない自分、行動しようと思ってもなんかいろいろ考えてしまってね、行動できない自分とか、そういうね、なんか情けないネガティブな自分を解消するためにたくさん走っています。
強くなりたくて、かっこいい男になりたくて、かっこいいおじさんになりたくて走ってます。このだから走行距離っていうのは自分が、思い悩んだ数であり距離であり、戦った数なんですね。だから練習ではないんです、情けないことに。楽しんではいますけども、根底にそういうちょっと黒い川が流れていて、そこと戦っています。その中でね、せめて美味しいパン好きだから食べたいなとか、そういうことをね少し楽しみながら走っている感じです。またねタイム狙おうと思ったら狙う日が来るかもしれませんし、それはわからないですけども、自分と戦うために走ってます。東京タワー見えてきました。今日も綺麗です。昨日は曇ってたからな、今日は結構綺麗ですね。苦しい。元気出る。この皇居と東京タワーを見ると僕は元気出るんですよ。いいんだ別に、なんだって元気出れば。そう、まあ電車に乗って揺られて、電車に乗って寝て、それもね元気になる方法であればそれはそれでいいんですけども、私の元気になる方法はこれです。まあ他の人は電車の中でゆっくり行ってね、朝カフェでコーヒー飲んだりしてね、ちょっと人を気づいてとか、いろんな元気になる方法ありますけど、ここ東京タワーの下の木がいっぱい並んでるとこです。元気がないとき私ここで木触ります。こうやってありがとうって木を触っていくんですよ。そうするとね元気出ます。木触ると元気出るんですよ自分。エネルギーをもらったような感じがして、ツリートークっていうんですか、ツリーコンタクトっていうんですか、わかんないですけど、このねパワーのある土地、芝公園の土地で代々と生きている木のパワーをもらうことが私は好きです。東京タワー着きました。今日晴れてて綺麗だ。今日も一日よろしくね。今日はすごい気持ちいいです。なぜかって分かってんですよ。昨日あんだけ重量物を持って走って体に負荷をかけたから体が軽く感じてるんですね。本当はいつもの通り荷物は重いはずなんですけど、もう異次元の重い荷物を持って走ったから軽く感じてるんですね体が。だからすごい楽なんですよ今日。わかります。ここが慶応大学で、慶応義塾大学ですね。まあ縁がない大学ですね私には。白金近くの私のパンを食べるポイントに来ました。パンを食べるポイントはここメゾンカイザーっていうねパン屋さんの前なんですけど、名店の前で、菓子パンを食べるというね不思議な感覚です。メゾンカイザーが早朝からやってればね毎日食っちゃうんだけどな。知ってますかメゾンカイザー、超美味しいですよね。今日の私のパンは、またマイバスケットで買いましたハム卵です。これを食べてからまた走りたいと思います。はい、いただきます。食べました。幸せ。
朝の走りながら食べるパンって幸せだな。本当ランナーズパン屋ってないかなと思うんだよね。本当に私ウルトラマラソンにも50キロ地点に荷物置けるんですけど、大好きなパン置いてきますからね、 4、5個。あの50キロ走ってると何食ったらいいかもわからない状態なんで、もうめっちゃ好きなもん置いとくんですよ。カロリーたっぷりのやつでもいいんで、じゃないと食えないんで。パン屋さん本当にパン好きなんですねって何回も言われたことあります。はい、おにぎりじゃないです、僕はパン置いとくんで。はい、頑張りましょう。最近のあのもう一つあの悩んでるのが、職場の人とか職場のつながりある会社さんとかに、僕パン屋って言うんですよってすごい言いたくなるんですよ、 YouTube 始めたら。でも再生回数回ってないからね、そんななんかもうちっちゃくちっちゃくやってるだけなのに全然人気ないんだけど、なんかすごい言いたくなるの。まあ頑張ってるんだよちょっとはみたいな、普通のおじさんじゃないんだよって、あの頑張ってるランナーなんだよってね言いたくなるんですよ。なんか社会的にやっぱ普通のおじさんじゃないですかね、えどっからどう見ても普通のおじさんだから、じゃなくて僕パン兵なんだよとか言って言いたくなる、すごく頑張っているランナーさんなんだとか言ってすごい言いたくなるんだよね。ちょっと見方変わるのかなって。でも人気あったらいいけど人気ないから言ってもしょうがねえかなと思って言わないんだけどね。まあいいんだけど。ああ綺麗だ空が。さっき横断歩道で女性ランナーさんが両手を上に上げてね、ぴょん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 何十回も上にジャンプしてましたけど、あれランナーさんだから許されるんだよね。普通のスーツ着た人とかでもね、女性会社員さんがやってたら大丈夫かと思われちゃうもんね。ランナーさんだから許される行為ってありますよね。あれランナーさんの準備運動なんだって思われるからいいんだって、普通の人やったらちょっとやばいよね。あれは本当にぴょん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 跳ねてるのも 上に。もうすぐゴール地点に着きます。今日の朝ランは気持ちよかったです。ということでまた明日、あ今日の夜か、会いましょう。もうちょっとで着きます。じゃあねー。